中期 SCP-146 の写真は安全なものと判定されている。アイテム番号 SCP-146。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-146 の作用は以前の収容、標準の 0.5 メートル立方型安全保管箱では急激に危険なほどに増加することが注目されたのを受け、収容プロトコルは改定されました。この箱については、しかしながら空のまま残しておくものとします。高強度にある SCP-146 での実験を希望する研究員がいるかもしれないので。都の職員も、2日を超える期間にわたり SCP-146 を閉じ込めたり、あるいは覆いをかけておくことを望むなら、レベル3クリアランスが必要です。普段の保管においては、SCP-146 は、データ削除済み、にある保管室内の大理石製の台座の上に置いておいてください。SCP-146 の標準保管室は大きさが20平方メートルを下回ってはならず、また、壁は漆喰で塗って天井には晴れた昼間の空と似せた絵を描いてください。部屋はいつでも十分に、晴天時の日照りと同じくらいに、明るくしておき、種々多様な鉢植えの植物を備え付け、世話は毎日しなくてはいけません。共和制ローマ後期、紀元前120から80年頃、の様式で装飾してください。いろいろな内装様式で実験してみて、SCP-146 はこの飾り付けを好むらしいこと、また、その時代のローマの上流階級のものと一致する神秘的思考があることがわかりました。この収容方法を標準としますが、レベル2以上のクリアランスを持つ研究員は SCP-146 の作用を変更するために他の収容設定で実験しても構いません。SCP-146 は非運動性であるのでそれ自体には少しの保安しか必要ではないものの、その収容エリアに入ったり、あるいは何らかの方法でそれを操作したりする職員は SCP-146 と目を合わせてはいけません。目が合うのを防ぐために SCP-146 を覆ってしまおうとするのはどんなことでも禁止です。そうすると SCP-146 の作用が予測できない率で増加することがわかっているからです。一般に、1日覆うか閉じ込めるかすると SCP-146 は作用の開始段階を飛ばして、一番傷ついた記憶から手をつけることになります。3日経てば、視線を合わせてからでなくとも SCP-146 は作用を生み出すことがわかっています。7日経てば、SCP-146 の作用ははるかに強烈になり、もはや SCP-146 の視界に制限されもしません。隣室にいた研究員たちが影響を受け、一人は永続的に、データ編集済み、ということがありました。7日間を超える実験の許可はオフアイブ、の命令に基づき認められません。メンテナンスのために SCP-146 の収容エリアに入らなくてはならない職員は遮断帯と装飾用の杖立を使います。説明 SCP-146 は中空の聖銅像頭部であり、完全な立像あるいは胸像からも下駄ものと見受けられ、冠を被った若い女性か、あるいは柔和な若い男性をかたどったものになっています。その表面の大部分にひどく緑青が浮いています。冠は銀の装飾が増顔されており、目、SCP-146 の作用の源と見受けられる、には銀が打たれ、穏やかに反射するよう磨かれています。今のところ SCP-146 が動く兆候を見せたことはありませんが、収容エリアの装飾に対する反応を見るに、これはある程度の知覚能力を持っているかもしれません。はっきり知性を持っているとまではいかなくとも、もし SCP-146 がコミュニケーションを取れるのだとしても、まだそういうことになったことはありません。SCP-146 の発揮する能力羽目を合わせたものの何らかの記憶と接触し思い出させるというものです。それら記憶は大体は被験者にとって罪悪感や恥の意識と結びつくものです。一度目を合わせた後は、被験者が SCP-146 の視界内に留まりさえすれば記憶及びそれに結びついた感覚はより強まりますが、持続して目を合わせていればそのプロセスは加速します。はじめに目を合わせた際には、直近の記憶が被験者の意識に上り始めるでしょう。例えばホールで友達を無視したりスピード違反をしたりした被験者は、普段通りならその出来事を気にするしないはともかく、その出来事を思い出していささかの罪悪感を覚え始めることになります。SCP-146 の視線にさらされ続けると、被験者はより古く鮮烈な記憶を思い出し始め、それに応じて被験者の恥の意識も増大します。一般に30分暴露したら、
記憶は鮮明な追想から強烈な幻覚へと移行し、こうなると被験者は過去と現在を、あるいは想像と現実を区別できなくなります。被験者が人格対抗するのも観察されており、ことに子供時代のトラウマ化した記憶が思い出された場合にそうなります。暴露が30分を超えた被験者は彼ら自身と他者双方の安全のために拘束した方が良いでしょう。今までの被験者で SCP-146 に60分にわたりさらされた者は皆完全に幻覚の中に引きこもってしまいました。今のところそうなった被験者は誰もこの筋緊張症状態から意識を回復していません。そうなった被験者には点滴で栄養供給しなければなりませんし、また、外部刺激にも反応せず、ただ時折後悔の念をつぶやくばかりです。また、被験者は恥ずべき出来事を思い出している際に、しばしばその行動を償わずにはいられないと感じるようになるのが知られています。一般にこのことは小さな違反の場合には問題となりませんし、ある場合にはスタッフの連帯感を強めることになりました。しかし問題となるのは、違反の関係者と接触を持てなかったり、あるいは罪が取り返しのつかないものであるなどの理由で、被験者が償うことができないような場合です。時には、被験者は自らの罪を、相殺、するために新たに前向きな努力へと踏み出すこともあります。しかしほとんどの場合には、深いそもそもうつ状態に陥り、そして、あるいは自己身体損壊や自殺といった何らかの形の自己処罰をするようになります。詳細な事例に関しては付属の実験記録を参照してください。SCP-146 は英国バーミンガムの、市から習得されました。市が SCP-146 を習得したのは巧妙な事前か、故郷のエステートセールにおいてのことです。SCP-146 は他の多数の工芸品とまとめてポンド、で購入されました。SCP-146 の作用を経験し始めて、市は精神科医として潜伏していたエージェント UA3356G の元を訪問し始めました。市は病院に送られ SCP-146 は財団の抗菌科に入りました。市の精神状態に関する UA3356G の覚書はレベル2以上の研究員の調査用に供されており、文書 SCP-146-A として保存されています。実験記録、146-1。SCP-146 の作用の基準線を決定する目的で、標準の 4×4 メートルの尋問室を不透明なカーテンで半分に仕切った。SCP-146 を強化プレキシガラス製ケースに入れて部屋の一方にあるテーブルに設置。カーテンの反対側には被験者 D-044323 を拘束し、SCP-146 の場所をまっすぐ明らさせるようにした。テスト全体にわたり研究者は被験者とのコミュニケーションをインターカム経由で定常的に維持した。カーテンを落とすと、被験者は SCP-146 の目を真正面から覗き込む形となった。被験者は即座に不快そうな声を上げ目を閉じる、この時心拍数が 15bpm 上昇。発言を促すと被験者は思い出した記憶を語ったが、はじめは司祭な貧困プロトコルの違反からであった。それから財団に入る以前に他の囚人とした口論をいくつか思い出したが、これは、データ編集済み、についてことの外詳細な説明をしたものも含む。研究員たちが注目したのは、時が経つにつれ被験者がより協力的になり、また話し方が催眠療法を受けているものに似たものになっていったことである。15分のち、被験者の発話は呂律が回らないものになり、彼の脳電図パターンは鮮明な夢を見ているものとの類似を示した。被験者は片割れだけの対話を始め、高速の破壊を試みようとするに至る。数分後、被験者はのたうち回るのを止め嘆き始めた。被験者は許しを乞い始めるが、相手は幻覚の中の何者かとおぼしい。やめろ。取り消せ。ダメだ。もうやらない。ごめん。やりたくない。またなんて。やめて、くれよ。この振る舞いは、54分にわたり SCP-146 に暴露した後、被験者の発生が停止し、彼の脳電図が昏睡と一致する表示を示すようになるまで続いた。さらに1時間、それ以上の作用は観察されず、被験者は連れ出して安楽死とした。死後に彼の脳を解剖したところ異常なレベルの吐が目につき、神経病理学者である、博士はこれは、データ編集済み、を示すものであると述べた。中期この時点では、SCP-146 はオークションで購入された他の工芸品と一緒に置かれていたが、それはこの作用が SCP-146 だけに限定されたものだとはまだ知れていなかったからである。私が思うに、この収容はおおよそ、
好ましい、収容であって、それゆえ SCP-146 の作用は規定強度に保たれていたのである。スカリ、教授。実験記録、146-4。SCP-146 はブロンズ像頭部のみからなるものであるとの判断がなされて以降、初めてとなる実験が執り行われたが、これは SCP-146 を標準の 0.5 メートル立方保管箱の中に移して2日間そのままにした後のこととなる。被験者 D-044784 と SCP-146 を標準尋問室に引かれたカーテンを挟んで相対するように位置させたが、これは前の実験と同様である。前の実験と同様に被験者は拘束した。カーテンを落とすと、被験者は即座に頭痛を報告し嘆き始めた。被験者の心拍数が 180bpm にまで跳ね上がったが、それから急速に 40bpm まで落ち、被験者は意識を失った。医療職員が部屋に入り被験者の検査を始めるが、その時被験者は意識を取り戻し、彼女の心拍数は 175bpm に跳ね上がる。被験者は暴力的に拘束を外そうともがき、すぐに右手の拘束を破壊することに成功したが、その過程で彼女の腕と手は深刻な損傷を受けた。救急医療士 D は被験者が救急箱を手に入れようとして彼を殴打したため負傷。被験者は小さなメスを手に取り、警備員が再抑制するのに煎じてそれを自らの首に突き刺した。医療スタッフが救急治療をしたが、被験者は緊急手術の最中に失血により死亡。中期同様の事件が何度かあった後、SCP-146 の能力はその収容に影響されるとの判断がなされた。さらなる研究を望む者はこのことを考慮に入れなければならない。不注意により短期間暴露するだけでも有害な結果となり得るのだから。スカリ、教授。